ちでのお小づち、うちでのお小づち、こんばんは。こんばんは。もうちょっとだね。少しね、こんばんは。みりんが8時半をお知らせします。こんばんは、こんばんは。はい、今日は成人の日、成人の方はおめでとうございますですね。おめでとうございます。目を舐めてます。うわ、うん、そうですね。あ、はい、ということで、あとはそうですね、今日は
少し前に帰ってきて、そう、さっき一瞬だけ30分が帰ってきて、ただいまって言ってふわって30分寝たので、ちょっとおはようって感じ。本当は8時から配信できたんですけど、うん、ちょっと寝ようと思って寝て30分。感じですね。うんうん。寝るの大事でね。そう。そうだね。最近ちょっとお疲れかな。まあ。無理せず無理せず。あ、よく起きれたね。あ、そうだね。タイマーかけて寝た。感じかな。そう。だからまあ今日も昨日もだったけど、今日もそんなに長い時間配信せずに、なんかみんなに生存確認っていうか、まあ別に早い時間には帰ってきてるので、うん、なんかゆっくりまったりがてら配信してお風呂入って寝ようかなって思ってます。うん。みんなは3連休だった人もいるのか、今日までお休みでね。うん、そっか。そう、毎日アイドルがね、毎日アイドルってます、今私。毎日アイドル、あ、3連休だったよ。おー、ちょっとはゆっくりできたかな。うんうん、良いね。そうだね。3連休ね。3連休あったら何しようかな。うん。3連休あったら。3連休あったら、うん、そうだ、皆さんメールで少しご報告したのですが、今日はですね、インスタストーリー、間違えた、インスタグラムを投稿します。イエーイ。やったー。はい、インスタグラム、
はい、今日はインスタを投稿していきたいと思います。写真は決まってます。4枚です。全部違うところでっていうか、そう、撮った写真なんですけど、まだ前回の投稿を見てないよって方はぜひ今から見てきてください。私はあと何十分かかかると思います。ね、そう、早々にね、1万いいね超えたので、今回のは投稿する。なんていうの？ちょっと待ってね。みんなハッシュタグ何つけてるか。こっち見るね。
トクリーム食べたいな。ソフトクリーム機が家にあったらソフトクリーム食べられるのにね。ソフトクリーム機、実はソフトクリームがめちゃくちゃ好きで、週一では絶対食べてるかな。どっか行ってソフトクリーム、だいたい観光地行ったらソフトクリームあるので絶対食べてますね。うん、あまり夏とか冬とか関係なく食べます。よく写真送って、そう、よくメールに登場します。そうなんだ。よし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 。というところで、これは土佐のゆずサブレで、他はももちゃん、ももちゃんパパからかな、もらったやつ。ちょっと前にもらったから、ちょっと割れちゃった。いただきます。うん、おいしい。ゆず、ゆずの風味が、なんかゆずも入ってる、あのじゃん、もう一個、二個もらいました。やった。あ、こっちは割れてないです。やったお。
おいしい。じゃあもし昨日配信来てない方は昨日来てない方はぜひ私が今からインスタを投稿するので、あの間にチャレンジのところに行ってまたギフトをもらってきてもらえると嬉しい。もうもらってきた方はね、ありがとうございます。昨日からまたもらえるようになってるので、よかったらお願いします。チャレンジタイム、私のインスタタイムはみんなのチャレンジタイム、ね、昨日来てる方はね、更新してます。まだ更新してないけどね。 1,2,3,4 はい、
なんだっけ、そうだ、あとはなんだっけな、今写真を選んで文章を打っている時間です。もう9時になります。こんなこんなで、こんなこんなで9時になります。早い。早い。こんなでね、こんなこんなで、うん、こんな時間でし、こんな時間でし、うんうん、文字を完成するだけなので皆さん応援してください。私今日すごくまったり、もう家に帰ってからまったりになっちゃって、ちょっとじゃあ気分転換に、あ、ありがとう、応援してくれてる、気分転換にそれを、高野菜、高野菜の高野菜、ありがとうございました。またあいましょう。この人たち人です。この人これも多分まだ使えるのかな、ね、実はこんなものでした。
いよ。飾り付け思い出すな。かりんのお誕生日に、かりんのお誕生日の日にね、かりんちでね、あかりんのお誕生日パーティーっていうか、もうお誕生日おめでとうって言いに行った時に、なんか私と、いや、これはあかりの生誕祭で話そう。あんまりね、こういうショールーム話しすぎちゃう、ね、皆さん、それこの前も話してたよねってなっちゃうからね。こういうのは、そう、みんな聞きね、なんか、そうだったのってなってほしいから、なんかそれこの前も聞いたよっていうさ、公演の MC じゃなくてね、新鮮味がある方が、あかりの生誕祭で話そう。私が出れるのかわかんないけど出たいな。はい、なんか桜ハムみたいだねハムだっけ、なんだっけ、桜、広島の、広島名物桜、桜なんていうの、桜ハム、桜なんだっけ、ハムじゃなく桜ハム、桜ソーセージ、桜ソーセージっていうのがねあるの、調べてみて。桜の形をした
やつお弁当とかにね入ってるやつなの。桜の花びらたちが咲く頃、どこかで希望の風が響く。はあ、ということで、更新します。私こんなにノロノロしてたけど、実はもう写真を1、2、3、4、はい、追加。はい、できました。私インスタグラムをただいまから更新したいと思います。皆さんインスタに集合。それでは行きまーす。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。いやこの前の投稿の続きと北海道グルメです。いいね、みゆすく、大輝、みつき、井上よしひろ、夢に向かって、翔太、ケン、葉っぱふみふみ、コウジ、おやすさん、ケンティ、セクストイケボ、山っち、磯剣、なお、つばた、たくのぎ、八月小太郎、ユッキン太郎、ありがとう。コメントも見るね。ここに決まってる。素敵よみりん、素敵ですね。ゆみりんには夢がいっぱい詰まってるわ。ジンギスカンめっちゃ美味しそう。ああなの、もうジンギスカンが美味しすぎて、そうかっこいい。でっかい道、北海道いつか行ってみたいです。ソフトクリーム何味、ねラベンダー味かな。うん、ジンギスカンいいなって。ソフトクリームおいしそう。やっぱソフトやね。クラクサンポーズかっこいい。そうクラクサンポーズめちゃくちゃかっこいい。北海道いいな。1枚目のポーズ決めるみりんかっこいい。北海道大好き、いいね。みりん素敵で絵になるな。同じポーズよき、あージンギスカンが食べたい。ジンギスカンいつか行って食ってやる。ジンギスカン美味しそう。オイラの地元、おお良きですね。ちなみにそう、あ看板の羊ちゃんがジンギスカン鍋かぶってるの可愛い。え、そう可愛くない、羊だって大将痛くなって。可愛いよね、超可愛いよね。2枚目素敵。クラックポーズがイケメンです。
然とすると、今はインスタのコメントを読もうタイムです。今はショールームのコメントよりもこっち読んでます。今だけ。ジンギスカン美味しそう。美味しかったの。寒そうなのにソフトクリームを食べるの可愛い。そう、こんな行った日は、行った時は本当になんかソフトクリーム屋さん見つけるたびに食べたから、え、めっちゃ食べたな。めっちゃ食べた、うん、ソフトクリームでお腹いっぱいになるぐらいソフトクリーム食べた。そうなの。手足長いからポーズが映える、嬉しい。あ、サステナブル MV のロケ地で食べたチーズソフト美味しかった。サステナブルの MV のロケ地、あ、あれか、私が行ってないところかな。ね、いろんな何人かに分かれて行ったところか。そっか、私はロケ地はもうあの草原しかなかったからそう、いやー、そうだね、あれも北海道だった。そう、またいつか北海道に来てね、待ってるよ。行きたい。次はツアーとかでさ行けたらいいなね。ジンギスカンは、そう、あ、ハスカップソフト、あ、そんなに、そんな、待ってね。羊が丘展望台ソフトクリーム、あ、ハスカップだ。ハスカップです。ハスカップでした。これよく思いついたね。思いついたね。ハスカップです。私今見つけたら、拡大したらハスカップって書いてる。これハスカップです。ちなみにこのソフトクリームも、あのジンギスカンも羊が丘展望台で食べました。あのめちゃくちゃ美味しかったし、美味しかったそう、ハスカップだった。普通に美味しかった。ここにもうあのメロン味あるんだけど、メロン味は、夕張メロン味はまた違うところで食べました。全然違うところで食べた。幸せなイビリー見てよかったです。ありがとう。表情から挨拶伝わってくるね。うわあ、もうね、本当に美味しかったよ。ハスカップでした。あ、今度ジンギスカンの美味しいお店は教えてあげるね。ありがとう。でもなかなか行かないかな、もう北海道ね、なかなか。でもツアーとかで行ってもなかなかあんまり自由行動とかねないから。そうだね、なんかもし本当にさ楽しみたいんだったらもうプライベートで行くしかだよね。じゃあ次のニャーポッポ旅行は北海道かな。北海道ニャーポッポかな。あ、東京からは意外と近いんだけどね。まあ、確かになんかそうだよね。だって広島東京間もさ、もう普通に考えたら結構な距離あるもんね当たり前のように往復してますけどね。ようこそ北海道へ。おお、ありがとう、ありがとう。雪だよね、本当に。北海道もなかなかいい、本当にね、いいところだったよ。
ジンギスカン食べてるより美味しい。ジンギスカン食べたい。そうなの。ジンギスカン食べたくなるよね。うん。なんかそこのジンギスカンは全然臭みもなくって、全然臭みもなくってですね。めちゃくちゃ美味しかったです。美味しかった、うん、あと野菜たっぷりさ食べられるからさ、ジンギスカンいいよね。キャベツともやしとたっぷりじゃないですか。そうだから、なんかもっと食べたかった。ソースが好きって曲がりみ、いやジンギスカンとか食べたくなっちゃってきたな。ジンギスカン、あでも一昨年ぐらいにツアーで北海道行った時も確かに食べましたね。みんなで美味しかった。でもその時はジンギスカンだけじゃなくって、あんな感じでジンギスカン鍋みたいな感じで食べたんじゃなくって、焼いたのを出してきてくれて、なんかいろんなもの屋さんって感じかな。だったそう、ちょっとメール送って、見るだよ。もうボーイじゃないけど大使だけはあります。良いね。もうみんな抱いちゃえ。だって別にあれだよね、この老いぼれのごとくだよね。だからそう、じゃあクラーク側かなそこまでは言ってないけど、まあ、もうそっちの立場かな。じゃあね、そう、おいぼれなんだっけ、老婆のおいぼれ、え、いろんなさ役があるよね。私が見たのはね、おいぼれだった。そう、私老人という役もあるのかな。まあいろんな役があります。あります。多分どれが正解とかないんじゃないかな。ね。
ていうかさ、早くない？私インスタ更新するの今だって5日前だよ。やったー。早いよね。ね、そう、早いよね。羊かわいいよね。羊。そう。あ、でももう1000もいいね超えてて、ありがとう。みんなすごい反応してくれててね、なんか更新してよかったなってなるよ、いつも。ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。できたな。髪。あ、いつか北海道行ったら聖地巡礼したい。いいね。いっぱいね、メールにもね載せちゃったから、いっぱい行くところあるね。ね、いいね。聖地巡礼いいね。いやー、北海道行きたいな。生写真2枚付きとありますが、これは何ですか？生写真が2枚付きます。お話し会買うと劇場版は1枚付くんですが、お話し会買わないんだったら、ね、お話し会の代わりにもう1枚付くよみたいな感じ。その写真は CD 劇場版限定の写真です。毎回私もじゃあどういう写真なのって言われるとまだわからないんですけど、そこでしか手に入らない写真が、お話し会付きだとお話し会と写真1枚なんだけど、別にお話し会行かないけど写真だけ欲しいだったら CD とあの生写真2枚が付きますって感じかな。はい、あんまりないかな、生写真。なんかね、割とさ、みんなお話し会とかいっぱい来てくれる方は、あの、話し会いっぱい申し込んでたら、生写真もいっぱいついてくるから、そう。ね。もうなんか、ね。もうこんなにっていうぐらい、多分みんな。そうあるよね、きっと。ですだよ。あ、っていうことで明日までなのでお話し会が、ツイートをしたいと思います。ツイ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 。
ツイートをします。リアル話し会もつくんだよね、写真1枚てか書いてあるよね、書いてあるよね、ちょっと待ってね、見る、書いてあるか見るね、確かね書いてあるよ、どこだっけ、ちょっと、そう普通の劇場版に1枚ついてく、そうだよね、そう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 、あ、感謝枠だけ対象外だそうです。確かに、だって感謝枠は確かにもうもらえちゃうもんね、写真かサインか、確かにもらえちゃうから、お話しした後に。ちなみに感謝枠の方はお話し会プラスみたいな感じなので、ツーショットしながらも話せるし、あ、サイン会は話せないわ、サイン会は話せないね、あのそうショールームだから、そうだね、うん、写真を選ぶどん、写真を選ぶどん、ツイートする写真を選ぶどん、
明日の13時までだよね。はい、それではツイートしたいと思います。いきまーす。あ、ちなみに3時申し込んだ方はなんか申し込んだよとか言ってもらえると嬉しいです。あの前回みたいにあの写真は貼らなくて良いです。はい、それではいきまーす。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。永日程っていう言い方合ってるよね。まあ永日程、はい、いいね。奈良ラブ、山なび、なかちゃん、おっと、十字、ピエル、香港、キーボーカー、見てる、マサルン、リツイート、おっと、あゆ、大崎上島のカズ、スランプくん、タクノギ、ナンナンセ、アンちゃん、ユッキン、ミモスケ、ユバ、コペン、テクスト、イケボ、ミカネコファミリー、ありがとうございます。ありがとう。3時申し込みました、ありがとう。今日いろいろ調整してきたのでこれから申し込みますね。ありがとう、ありがとう。あ、最終日は厚めに、あ、それはねとっても嬉しい。そう、それはとっても嬉しい、ありがとうございます。ちなみにですが、まあ1日目、あ、1枚ずつとかでもいいので、全日程申し込んだよって方いますか？トータルでもうこの時点で1時2時3時で全日程をもう申し込んでる方、おお、つよつよだ、ありがとう、さすさすだ、ありがとう、はーい、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう、すごいな、ありがとう、で申し込みました、ありがとう。確かにいつも毎日来てくれてる、毎回来てくれてる方たちだもんな。最初にこうやって全部撮ってくれてるのか、ありがとう。ちなみになんかここ行けそうだなとか、ここはなんか B 日程でいいやとかじゃなくって、もしどうせ申し込む、なんかもうどうせ申し込む後からっていうのは、ぜひこの A 日程の時に申し込んでもらえたらいいです。鑑賞枠がまだ2月5日
け？2月5日と2月23日の2日間なんですよ。あとこの私の今回の日程は1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、オンラインは13日間あるんですよ。そう、あと11日分の感謝枠が、うん、A 日程、B 日程から感謝枠が出たらいいな。まだね、5日と23日も確定ではないんですけど、3月以降でもう、そう、なんかここ行こうと思ってるよっていうところがあったら、そう、この A 日程の3時で申し込んでもらえたら嬉しいなって思いますね。え、もしね、まだだけど今から申し込むよって方は明日の13時までだから、はい。でね、もう申し込んでる方もこの配信終わってね、ちょっと追加してくださるのももうありよりのありです。ありよりのありです。申し込み完了、ありがとう。あ、追加できる、本当にありがとう。そう、3時は制限がないので、そうだね、大変お待たせしましたって感じですね。え、ね、 A 日程の1時と2時は制限があったので追加了解ですありがとう、ありがとう、ありがとう。リミッター解除、そうだね、ぜひ3月以降の感謝枠を開けよう隊、よろしくお願いしますね。もし行ける日程決まってたら、もう B 日程になった時にもう取らなくていいやぐらい、なんかそう、今申し込んでもらえてたら嬉しいです。うん、そうだねって感じです。なんか感謝枠が全日程開くといいな。400枚って結構、うん、結構皆さんの協力が必要かもしれません、うん、ねえ、前さ300枚だったっけ、500枚だったっけ、花だれの時はさ200枚だっけ、何枚出たっけ、400枚だったっけ、花だれの時も、あ、前まではみんな300枚、そっか、じゃあその5部制のフル部数の
メンバーは今回からちょっと飽きにくくなってるのか、うん、ね、1人4枚で100人、うーん、でも全日程 A 日程の3時で100人はね、うん、申し込むのはちょっとハードルが高いかもな。そう、だって40枚を10人って言っても、うーん、私はね難しいと思う。40枚を申し込んでくださる方は10人もってなると、そう、難しいな。だからみんなの少しずつのコツコツの協力がとっても必要になってきます。特に3月以降、4月とかかな、4、5、6、まあ、7月もそうだね。でも個人的には7月は多分そうだな、このシングルの最後とかはさ、このシングルありがとうねって言いたいから、そう、ぜひ来てもらいたいなって思ってる。いやー、でもなんか感謝枠をたくさん申し込みしたら喜ぶ。あ、もうそれはね、めっちゃ喜ぶ、めっちゃ喜ぶよ。この3時で申し込んでくれるなんてもうなおさら喜ぶ。もともとね、たくさんお話ししてくださる方はもう喜ぶけど、それがね、3時でたくさん申し込んでくれるのは、そう、とっても喜ぶ、とっても嬉しいよね。いやー、でもなんかそうなんだろうね、いやー、全日程感謝枠はそうだな、叶ったらいいけど、ちょっとハードルは高いかもなっていう。皆さん考えながら追加しますね。ありがとう、優しい、優しいね。
15枚ずつ買ってます。ありがとう、ありがとう、ありがとう。追加しました。 ありがとう、ありがとう。そうだな、なんかでもさ、3時ってさ、どうやって申し込んでいいかわかんないよね。その例えばこの日行けるって決まってて、どう申し込むかね、わかんないよね。オンラインなら行けちゃう。ありがとう、ありがとう。オンラインで話しましょう、いっぱい。9枚目シングルのこともだし、2023年のこともだし、あとはもう3月で STU が6周年になるので、6周年についても話しましょう。6周年コンサートがあるかな、今年は3月に。どうだろう。そしたらあれだね、4月のお話し会だと、そう、4月のお話し会でお話できますね。コンサートこうだったよ、申し込みした、ありがとう、ありがとう、ありがとうね。なんか感謝枠、そうだね、本当は全部空いたらいいなっていう気持ちはあるけど、多くは望めないかもしれないから、そうだな、一つでも多く見に行って鑑賞枠がね、申し込めるといいねって思います。難しいね。そう、確かにエプリルフール良いね。全部当たらないかもしれないし、いや本当にそうなんだよね。それが分かんなさすぎるよね、分かんなさすぎる。そう、まだお話し会しか発表されてないから、他に何があるとかは、まだ何もあるもないもね、ないです、まずは発表されていること、発表されてないことは誰にもね、わからない。私もわからない。いやー、でもパネル楽しみだな楽しみだな、パネル楽しみだな。
ショールームのじゃなくて、ショールームのかな。鼻だれはあったっけ。あれ鼻だれなかったの、ショールームの。あれ鼻だれなかったか。鼻だれさあ、あ、あったよって。あ、あ、でもそっか、エクストラエディションでなかったのか。うんうんうん、確かにピアのやつとかね。なんか今まで、そうだ、なんか最近ファンになってくださった方に、なんか今回あるっていう保証はないけど、過去にこんなのがあったよっていうのをお伝えすると、あのオンラインチェキサイン会、あ、チェキ、オンラインチェキサイン会か、そう、あ、サイン会、サイン入ってなかったのか、サインしてもしなくてもどっちでもよかったかもしれないさ。なんかチェキあるじゃないですか。まあチェキをなんかまた、あのね、キャラアニとは別のサイトでCD2 枚組とか3枚組とかと一緒にそのチェキがついてくるセットがあって、そのセットを1セット買うとチェキが1枚ついてくるんです。でそれをあのサイン会みたいに今のショールームでなんか、はい、じゃあ何々さん何々さんありがとうございますって、ここチェキ、これチェキじゃないんだけど、チェキありがとうございますってやってそれが届くっていうやつです。ちなみにチェキは全部取り下ろしなので、同じチェキは二度とないです。全部あのオリジナル、世界で一つだけのチェキ。あれは申し込み制限あったんだっけ。チェキ会は、チェキ会は確か初回のみ3枚までだっけ、3セットまで。あれも初回のみだったよね確か。売り切れたら即死、3セットまで。そう、でチェキ会の申し込みのそのやつは1回目の申し込みまでだから、こう1枚1枚、いや1セット1セット1セットとかは買えないんです。もう3セット買うか2セット買うか1セット買うか決めて申し込んでっていうことです。でちなみにお話し会と違うのが、これ先着順なんですよ。しかも前もって情報が出ません。はい、18時に、18時からチェキ申し込みある、ありますよ、はいどうぞ今からっていうことなので、明日からあるよじゃなくって、はい、じゃあ今から開始します、先着だよなのでそう、悩みチェキ数分で売り切れたって。そう、私もだから割とその日中にありがたいことに完売したりしますね。そう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 、そうなの。これは先着順だし、1人1回までしか買えないので、急いだ、よくいらっしゃるのが急いで申し込んだから3セット買いたかったのに、もう先着で焦って1セットしか買えなかったっていう方もいらっしゃいます、いらっしゃいます。なので落ち着きながら、そう、追加できないからって、そう、追加ができないので、急ぎながらどれがいいかっていう。なあちゃんとのピアは病用だった。なあちゃん自体が病だから、もう病の病ですよねそう、みんな欲しいやん。そうだから皆さん
3セットまでしか申し込みができないし、1人1回までしか申し込みができないようになってるので注意してください。公式にアップされますが、公式にアップされますが、あのそう、だいたい18時からとかが多いかな、うんって感じです。あとは私もメールで言います。もうすぐさまメールで言います。私たちはなんかちょっと前に知れたりするんですよ。私たちもあ販売開始してるんでとかじゃなくって、販売開始するんで、まあ自分たちも告知しないといけないから、そうそう、だからもう18時過ぎぐらいにメールが届くようにして、そう、もういち早くメールでお伝えしてる毎回って感じ。そうって感じかな。あれはうん、ありがたいことに、あそう、また会ったらいいなの話、そう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 、あスタート時にメールがつくように、なんか時間の設定とかはできないので、私がそうもうすぐさま送るみたいな感じです。そう、何時に送ってくださいとかはできないので、うん、フライングしたら止められるから、フライングしない時間を読んで送ってます。まあその時にメールが遅れたのの話だけどね、っていうのが一つありまして、もう一つアザージャケットサイン会というものがありましてですね、これは花だれのアザージャケットです。はい、こんな自分のなんで、あちょっとメンバー特権なんですけど、これがアリちゃんので、これがひなちゃんのです。かわいい。こんな感じで、まあそうだね、選抜メンバーだけなんですけどね、ジャケットの写真なので、なんか今回もあるとは限りませんよ、今回もあるとは限りませんけど、なんか最近あるのはこんな感じでアザージャケットサイン会っていうのがショールームであります。で一人一人こんな感じでソロジャケットがあって、これに私たちがサインして名前書いてありがとうってショールームでします。これも先着順です。はい、これも先着順で、あキャラにとは別に、先輩がですねリミスタを事前登録しとくといいですね。これリミスタであるみたい、もしこれ気になってて、これも先着順なので、そうだな、これはリミスタに事前登録しておくとすぐさまやりみたい、リミスタでチェックしてみてください。これも抽選じゃなくて先着です、うん、あ先着でした。今回あるとも限らないし、って感じです。いつからあるとも限らないので、これはあった、こういうのがあったよっていう話です。はい、だからあるよっていう話じゃないので注意してください。リミスター抽選ですと、うん、それは AKB さん、あ最初抽選で、あそうだっけ、それ AKB さんじゃない、 ST もそうだったっけ、一時は抽選では、あ一番最初は抽選だったようだそうです。まあこれも過去の話なんですけど、あ花だれは先着、そうだよね、なんかいろいろあるんですけど、
はい、先着だったり抽選だったり、いろんなやり方があります。はい、ので今回どうなるかわからないんですけど、まあこれは比較的その抽選だったとしても先着だったとしても割とチェキよりかは手に入る可能性が高いです。はいですね、うんうん、って感じです。チェキの方が多分枚数少ないのかな、分からぬですが、そうなんか私のあの肌感的に先のデータマンによるとなんかそんな感じするかな。しチェキの方が売り切れは早いです、うん、って感じですね。こういうのが過去ありましたという話です。今回あるってはわかんないんですけど、なんかね、新しくファンになってくださった方がその最初にびっくりとかしちゃうとあれがあれなのあれでね、そうって感じですね。あとはこれはなんかオンラインサイン会の生写真なんですけど、今回A 日程で感謝枠が出たやつはこのオンラインサイン会に申し込むことができて、そのまあいろいろ詳細はまたホームページ見てもらえたらなんですけど、ホームページにあるんですけど、こんな感じで、これはこの生写真はちなみにまあなんだろう、いわゆるでも非売品かな、このオンラインサイン会でしか手に入らない生写真です。グッズの生写真では買うことができません。他で手に入らないこのサイン会でしか手に入らない生写真です。全て毎回、はい、そう、これはまあ、お話し会の方ですね。だからお話し会が、そう、あ、お名前が入ります、そうお名前が入ります、こちらも。でもこれはそもそもお話し会で感謝枠が出ないと皆さんにお渡しができないのです。はい、欲しい方はぜひはい、ぜひ皆さんの力で感謝枠を解放させてください。ぜひとも、そうだね、だからこれがこの生写真を渡せるか渡せないかはまあもうちょっと先の話になるといろいろあるんですけど、この今の申し込みで感謝枠が開かないと B 日程からは申し込みができません。なので感謝枠が今ないうちにぜひオンラインお話し会に今申し込んでもらえたらとっても嬉しいです。うん、感謝枠を増やそう、そうですね、ということです。そうなの、そうなの、そう、話し会いっぱい完売されれば感謝枠がいっぱい開くんだよね。そう、単純に言えばそうです、うん、そうです、そうです、うん、だね、うん、だな。だから3月以降とかで、3月、4月、5月、6月、7月もかな、
もし申し込もうって思う方はまだ間に合ってますか。そう、明日の13時までなので、お話し会の申し込みが、そう、ぜひツイートもしてるので、ぜひ見てもらえたらと思います。あ、そうだ、話し会のインスタストーリーでもよ、じゃない枠申し込んだ方がいいのね。あ、そうだね、そうした方が、そう、感謝枠は開きやすいです。うん、とっても嬉しい、全多機能が喜ぶ。確かに9枚目シングル、そうだね、取っておけばよかったらないように、そうだね、してもらいたいし、なんか370枚とかだったらさ、めっちゃ惜しくないね、めっちゃ惜しくない、インスタストーリーにも投稿しました。あ、そうだね、リアルお話し会は感謝枠はないです。370とかだと桃枠かなね。なんか美日程でさ、桃枠ってめっちゃ惜しくない。そしたらなんか、そしたらさ、うわ、もうちょっと申し込むんだったってなっちゃう。まあそれも嬉しいけど、もうね、それも嬉しいけど、あ、そうそう、リアルはね、感謝枠ないんですよね。リアルでも感謝枠あったら一緒に写真撮れるのにね。そうなの、だからなんか、あ、桃枠があと何枚とかは、そういうなんか何が何枚とか枚数的なのは全て公表されてないです。一部がなんか基本数字のものは何も公表されてないと思ってほしいです。例えばじゃあ一部が何枚あるのかとか、まああとはそうだな、1枚で何秒話せるのかとかも公式には言ってないです。うん、し極小があと何枚での時点で極小になるのかとか、そう、桃枠がなんかあと何枚でとか、そういうなんか数字的な見えない数字のものは全て公表されてないです。うんうん、そうなの、知りたいよね、私もめちゃくちゃ知りたいところなんですよねえ、桃枠に申し込みすぎて、まあでも桃枠、そうだね、
監視枠の桃枠は1日での桃枠なので、なんかもしかしたら例えば1時間目2時間目は割と埋まってるけど、例えばだけど7時間目は埋まってないけど、トータルでもう少しで鑑賞枠いきそうだから桃枠みたいなのはあります。そう、その部がどうなのかはもう極小でしか知れない、その部がっていうのはかなね、わかんないよね。うん、そんな感じです。そう、結構個人的なこと聞きたかったらぜひそれこそお話し会でお待ちしてます。あんまりそうショールームでなんか1対1のお話はできないからね。そうだからぜひ自分はこうだよとかあったらそれこそいっぱい話しましょう。うん、ねえって感じですね。すみません、えんやで、それ秘密でね。そういっぱい話そうね。ねえ、いやそうだね。うん、そうだね。あとはみんなにお願いがあるのは、この3時はみんないっぱいいろんなところに申し込んでくださってる方もいらっしゃると思うので、これね、聞いてる方だけでいいよ、全員とかじゃなくて、もしこの配信聞いてくださってる方で当落報告をしてくださる方は、じゃあ落選しただけ教えてもらえたら嬉しいです。業務連絡でした、業務連絡でした、よろしくお願いします。そこはね、皆さんにしか見えないところではあるので、そう、了解しました、ありがとう、ありがとうございます、業務連絡です。しかもこれは申し込んでる人にしかお願いができないことだから。そうだから、もしまあなんかもしいらっしゃったら、全日程全時間とか、もう今完売してないところとかね、なんか申し込んでくださってる方とかいたらさ、もうその方に聞いたらいいんだけど、多分なかなかいらっしゃらないと思うので、みんなのここっていうのをいっぱい寄せ集めて自分でトータル的なデータを出したいと思います。それで、あの B 日程の最初に、ここ申し込めるようになってるけど、あの極小にもなってないけど一回完売してるから気をつけてねみたいなところとかがお伝えできると思うので、そう、もう多分少し、あともう少しで極小に行くんだろうけど、ギリギリ行ってないだけだから注意してねみたいなところとかを、多分そう、何百人よれば文字の知恵だと思うので、そう、あ、そうそう、落選そうの報告は、そうなの、そこが完売したよっていう報告なので、そうなの、そうなの、でもそれはなんか申し込みした方しかわからないからね。うん、あ、そうそう、そうするとその B 日程の一時で、じゃあここは完売しそうだから余分に申し込んだ方がいいのか、ここは別に完売は B 日程一時でしないだろうから、まあ自分が話す分ぐらいでいいのかが分かったら、なんか取りやすいよね、みんなっていう、みんなで力を合わせて、本当はもう
さ B 日程でさ、いやもうどこもねもうギリギリなんですよとか言えたらそうそういいんだけど、多分その完売してるところと完売してないところとあると思うので、それがお伝えできたらいいなと。逆にだからいっぱいお話ししてくださる方とかは、あの逆にあここ完売してないんだったら、じゃあ何十枚とかまとめて話したいんだけど、あじゃあそれをここの部でお話ししようとか、なんか調整してもらえたらと思います。なんかせっかくさいっぱい話したいのに、ここちょっとしか取れないんだけどってなるとさ、なんかお互い悲しいじゃん。そう、全然ちょっとずつ来てくださる方はそのちょっとずつが取りやすいように私もなんかお話できたらと思うし、逆にあのなんかまとめて話してくださる方はその私がここがねなんか完売しててっていう完売してないところとかでそういっぱいお話ししてもらえたらと思います。そう、私あんまりねまとめてお話ししてくださる方ってそんなにいないんですよ。そうだからそのだから自分が過去まとめてお話ししたなって方は、あ自分のこと言われてるって密かに思っててください。そう密かにあなんかコメントとかはしないけど、あ僕私のことかなって思っててください。そうあんまりねそういらっしゃらないので、本当になんかもうなんかじゃあ言ってくださいって言ったらもう言えるぐらいそうそう。でも逆にあのじゃあ新しく好きになってくださった方とかもなんかねそういう方って私は割と少ないんですよ。だからなんかこうまとめて話してくださるのはすごく大歓迎です。うん、そんな何百枚もとかじゃなくてね、そんなのじゃなくてもそうなんか10枚とか20枚とかでもなんか割とねゆっくり話せるので、うん、良いですよ。そんなに、ね、そうです。ただ申し込みが明日の13時までなので、とりあえずは来てくださる方はどうにかこうにか明日の13時までにお願いできたらとっても嬉しいでござんすって感じですね。系にしとこ。はい、そうだね。うん、そうでもなんか去年とかでなんか私のことをなんか知ってくださった方はもしかしたらたくさんいらっしゃるかもしれないんですけど、そこからじゃあお話し会に行こうとか、例えば今このショールームを見てくださってる方とかってなんかねそんなにねいらっしゃらないんですよ。だからそうなんか去年とか知ってお話し会とか申し込んだ方はもうすごいです。当たり前じゃなくてあのもうすごいすごいですそうです。だから胸を張ってお話ししに来てください。うん、そうでふっくらすぎるね、本当に嬉しいってなるね。エクストラエディションは3日間しかなくって
ね、なかったんですけど、そう、今回はいっぱい日程があるので、ぜひなんかお話しに来てもらえたら、ご都合がいい時にね、そうだな。全然お試しでね、全然来てもらってもいいんだけど、でも逆になんか お試しで来てもらって、本当に来たいってなった時にもう申し込みができないとかなっちゃったらさ、もどかしすぎるから、なんかお試し用で最初辺にとって、お試し用で最初辺にとって、ハマったようで、あと大変もう最初から取っとくのもありです。もうハマったようをね、今から取っとくのもゆきゆきです。うん。かなぁ。そうだね。うん。当日買いますね。そうなの、そういうのができたらいいんだけどね。でも、なんか当日押し増しっていうのができるメンバーもいるんですけど、もうありがたいことに完売とか完売に近い状態だと、なんか当日来るみたいなのができないんですよ。だから事前に申し込めるときに、そう、チェックしてもらえたら嬉しいなって思う。とっても、いやー、なんか全日程ね、鑑賞枠が空いたらいいんだけどな、本当は本当は。っていう気持ちなので、もし来てもいいよっていう方は、3月以降の日程ね、みんなも先の日程わからないと思うけど、3月以降の日程を来てもらえたら、もうね、超喜びます。ありがとうってなるし、もしかしたら今は前後に、あ、ユミンしか買わないから、おしまし関係ないですね。でもそれはね、もう絶滅危惧種ですよ。ありがとう。なんかあとは今申し込んでくださってる方は、なんか例えば4月のスケジュールとかってさ、お話し会しか出てないわけじゃん。だけど5月の日程、6月の日程、7月の日程とか、もしかしたらその前日とかに何かがあって、そのほやほやの状態で、次の日お話ができるかもしれないし、でもそれがあるって分かった時にもう取れない状態があるかもしれないし、それが分かった時にそもそも申し込み期間がないかもしれないし、ってなった時にですよ、もう何もない状態から撮ってた方はもうなんかお話できる、プラスその前日のこととか、例えば次の日のこととかがもうほやほやの状態で話せるんですよ。なんか昨日ね、すごかったねとか、昨日悲しかったね、辛かったねとか、大変だったねとか、可愛かったね、楽しかったね、なんでもほやほやで、超ほやほやで話せます。あ、北九州の TDC がそうでしたね。そうだね。そうだね。前日に会って次の日にお話ししたね。そう、そんな感じで、そう、 M ステの次の日とかね。そうそうそう、クリスマスコンサートも、そう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 。そうなの。できっと私もこれから7月にかけていろんな
活動させていただくと思うので、多分全部の日程が何かの直近だと思います。うん、そうなの。私は全部の日程が 何かの前後とかドヤとかなれるように、私も活動頑張るし、そう、きっとそんななんか1ヶ月何もしなかったみたいな日は多分ないと思うので、そうとか言うと、私も本当に3月以降の予定本当に知らないので、何にも知らないんですけど、でも別に私その5年間6年間そう1ヶ月何もしなかったみたいなないから、まあその超コロナ禍以外ね、そうだから全部の日程が何かの直近だと思って再度ご確認いただけると幸いでございます。はい、よろしくお願いします。ブログはですね、今日はちょっと祝日なので、はい、祝日なので明日更新しますね。あ、新曲で歌番組っての話した、あ、いいね、確かにとかもだし、あとはなんだろうな、ね、なんか嬉しい話がいっぱいできたらいいよね。なんか悲しい話じゃなくって、ね、だから私も頑張ります。いろんな嬉しい話ができるように、そうだね、7月ってなんかあっという間だもんな、本当に。全然もうなんかね、あっという間だよね。で、私はそうだから3次申し込みで、ユニットのまだ先がわからないけど、自分のことを信じて撮ってくださった方に撮ってよかったなって思ってもらえるように頑張ります。撮ってよかったなって思ってください、ぜひね。そう、あ、鉄オタの話する、ね、ありがとう。そうだね、1時間目だと割と鉄オタ終わってとかで話せるね。今日のトレベリンこうだったね。割とね、エクストラエディションとか花だれもそういう方多かったです。それで1時間目撮ってくださってる方とか、うんうん、それもね、土曜日の1時間目は鉄オタほやほやで話せますね。鉄オタほやほやです、やったって感じですね。どこから申し込むかは先ほどツイートしたのと、インスタのストーリーにも載ってるので、ぜひそちらからご確認いただけるととってもとっても嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。だな、そうだな、もちろん完売も嬉しいんだけど、私の今の今日は全日程感謝枠だな、まずはそこかな。まずは最終的には全部完売しましたって言えたらとっても嬉しいけど、それになるためにはまず全部の日程感謝枠が今出たらそこに一つつながると思うので、そうね、そうだね、うん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 、お話ししましょう。ねえ、私ね、みんなと話してて今
あんまり眠たくなくなってきた。てかもう2時間も配信してる私。やば。すごい。めっちゃのんびりしちゃった。なんか帰ってきた時もう本当にドみたいな感じで、あ30分寝るって感じで、ね、30分寝たんですけど、こんなにまったりした感じで話してるけど、今ねなんか最初よりもね眠たくないよ。これはみんながなんか付き合ってくれたからありがとう。おはようおはようおはよう。嬉しい。なんか話してくれたりとか、あとはなんかお話し会持ち込んだよとか言ってくれてありがとうとかなるたびに、なんか多分ねパッチリしてきた目が。もう今から寝ないといけないのにパッチリしてきました。やっとおはよう聞かずキャプテンしかいやいやいよ。なんか今度まったりした日にさ、なんかタコパとかしたいな。タコパ配信と6時間ぐらいかけて準備からしたいな。思ってるよ。ね、にゃーぽっぽでまあなんかいろんな人でやったさリアルタコパいいなね。そうそうそう、あタコタコパタコパタコパしたいな。24時間配信の時だって。そうそうそう、いやタコパしたいな。あかりんに機械持ってきてもらって、もう場所は24時間配信と同じところだとして、タコも買ってくし、いやタコパしたいな。あんまり大人数になっちゃうとさ、ちょっとまだご時世的にかもしれないけど、3、4人だったらどうニャーポッポとか、そうキャプね。本当はなんか24時間配信とかにみたいにさ、あ、内部選抜でどっち、もう大成功大成功もうね良いわ。それはもうね良すぎるわ。5人の中をさらに
深めましょう。お疲れ会も兼ね、お疲れ会も兼ねてね。もちろんなんか5人だけじゃないけど頑張ったのは、そうみんな頑張ったんだけど、参加したメンバーもファンの皆様も確かにいいね。まあでもとにかく私は多分一人でもタコパワーします、いつか。はい、あのたこ焼きが食べたいので、もうね、でもちょっともうどうだろう、1月はねちょっとできるかですね。いろいろがいろいろで2月とかにできたらいいなね。うん、あ、一緒に MV 見たいね。え、もうそれは良きかも。あのさ、ナイーブのさ MV さ公開されるじゃんか。公開される記念のさ LINE ライブとかはさ、タコパにしてもらったらいいんじゃないね。どう、いつ公開なのかとかわからないけど、でも2月中にはさ公開されそうじゃない。もう何かとつけてタコパをしたい私。え、でもね、あのね、ひなちゃんね、たこ焼き焼くのめっちゃうまいんですよ。うちの岩田が、あ、そう、ひなちゃん今日成人式でね、そう、ひなちゃんももう成人式だよ、もうびっくらだよ。いや、ひなちゃんのね焼いたたこ焼きはね、本当に美味しいんだよ。何年前かな、あのあかりんちでさタコパした時に、入って1年目とかかな、あのまだゆりとかいた時に、そう、あかりんちでなんかタコパしたんだけど、でまだひなちゃんがあの24時まで配信ができない時、まだそう、マイハもいて、マイハもひなちゃんもあの24時まで配信ができない、22時までしか配信ができない年齢の時に、あの画面の外からあのたこ焼きを焼いてくれてたの。そう、映らずに、なんか途中まで映ってたんだけど10時になっちゃうから、でもう、そう、10時からはもう画面の外で、だけど帰るとかじゃなくて、あの画面の外からたこ焼きを焼いてくれてたの。そう、あ、確かに成人記念、確かにひなちゃん成人おめでとうタコパもうタコパしましょうみんな。コパしよう。葵ちゃんとね、去年ぐらいにタコパしようねっていうね話もしてるんだよ。葵先生もね、もう料理の葵先生だからね。そう。